欧州,欧州緑の党、欧州緑の党、欧州緑の党、ヨーロピアングリーンパーティー、ザヨーロピアングリーンズ、略称、E グップは、環境主義を掲げる欧州規模の政党、ヨーロッパうちの緑の党が参加しており、欧州議会においては、欧州自由連盟と統一会派、欧州緑グループ、欧州自由連盟を組む、以下、ヨーロッパ各国の緑の党と区別するため、 各党の集合体としての欧州緑の党を便宜的に E グップと表記する。2004年に E グップが決闘されるまではヨーロッパうちの緑の党はそれぞれ個別に組織されており、1979年から1993年の間は緩やかな協力関係。1993年から2004年までは各党の連合という状態にあた 1979年、各国の緑の党と旧新主義政党が、同年の欧州議会選挙において、連携を図るため、欧州緑の党、旧新党連合、コーディネーション・オブ・ヨーロピアン・グリーン・アンドラジカル・パーティス、スカップが組織された。緑の勢力と旧新主義派勢力との間には、大きな意見の差異があり、両勢力が共同で全欧州規模の選挙基盤を構築するのは、 不可能であった。緑の党の中には選挙で好結果を出したものもあったが、欧州議会で議席を獲得するまでには至らなかった。緑の党は、1984年の選挙で再び、欧州議会議員選挙に参加した。スカップは、同年春に、ベルギーリエージュで会議を開き、組織を再構築した、欧州緑のコーディネーション、ユーラピョングリーンコーディネーション、 EGC を結成し、の提供による事務局を開いたほか、ヨーロッパの緑の党の共同声明も同時に発表した。さらに、会員政党の中から11名の欧州議会議員、ドイツ緑の党から7名、オランダ旧進党から7名、から1名、ベルギーのエコロアハレフから、それぞれ1名ずつが選ばれ、各会員政党の総合力もさらに増した。彼らは欧州議会で、 緑のオルタナティブ、欧州リンク、グリーンオルタナティブヨーロピアンリンク、グレイルという会派を組織したが、このグループは規模が小さく、欧州議会から補助金を受けたり委員会に参加したり、することができなかったため、オランダのなど、各国の地域主義政党や、求心主義、社会主義政党からなるに加わる子になる。ヨーロッパの緑の党は、欧州議会における、 グレイルを頂点にし、その下に各国の緑の党を束ねる EGC、そして各会員政党という緩やかな三角形の組織構成をとっていた。また、ドイツやオランダの会員政党が欧州議会議員は任期の半分を務めた時点で他の人物と交代するという原則を導入していたため、ヨーロッパの緑の党の立場は弱いものになっていた。この原則はもともと、 ドイツ緑の党で始まったもので、本来の目的は、ドイツ連邦議会内での非公式な根回しによって、メンバーが選ばれるのを防ぐことにあったが、欧州議会では逆効果をもたらすことになった。一方、オランダでは、緑の勢力参政党が、議会に2議席しか持っていなかったが、ための妥協策として、交代の原則が導入されていた。1議席は、トップ当選した党が保持し、もう1議席を、 第二党と第三党とで交互に回すことで、三党すべてが欧州議会に代表を送り込めるようにしていたのである。さらに、緑の勢力の中にも意見の違いが存在していた。特に親欧州主義と欧州会議主義の対立である。これらの要素もまた、欧州議会での緑の党の立場を弱めていた。1989年の選挙では、 緑の勢力は30議席を得た。レインボーグループとの政策の不一致のため、緑の勢力は独自会派を組んだ。この期間中、緑の党は欧州議会ではさらにその体制を固めていった。1993年6月、フィンランドキルコヌンミにおいて、欧州緑の党連盟、ヨーロピアンフェデレーション・オブ・グリーン・パーティスが EGC メンバーにより結成された。 EGC 時代よりもさらに組織化され、3年ごとの会議、評議会に代表委員会も備えるようになった。欧州議会では、グリーングループとの関係をさらに強化した。1994年の選挙では、緑の勢力は合計20議席を獲得した。内訳は、同盟90、緑の党12議席、オランダのフルンリンクス1議席、 エコロとアハレフが1議席ずつ、ルクセンブルク緑の党1議席、イタリアの緑の連盟2議席と、アイルランド緑の党2議席である。後で、デンマークの社会主義人民党から1名、イタリアのとボルツァー自治権の南チロル人民党から1名つが、合流し、最終的な勢力は23議席となった。レインボーグループから解消したとは、ここでも別のグループを組織した。 1999年の選挙においては、38議席を得る躍進を見せた。内訳は、同盟90、緑の党7議席、フルンリンクス4議席、エコロ3議席とアハリフ議席、ルクセンブルク緑の党1議席、イタリア緑の連盟2議席、アイルランド緑の党2議席、フランス緑の党9議席、オーストリア緑の党2議席、フィンランド緑の同盟2議席、 スウェーデン緑の党に議席、そしてイングランドウェールズ緑の党に議席である。ここでは、かつて、欧州求人連盟に参加していた、地域主義政党や、独立勢力からなる欧州自由連盟と、統一会派、欧州緑グループ、欧州自由連盟組むに至った。緑の勢力が、人数の面でも、政治的にも、勢力を増しており、 これらの勢力との関係も以前とは違ってきていたのである。2004年2月20日から22日までローマで開催された欧州緑の党連盟の第4回会議期間中1000人以上の代表が出席したパーティーコンベンションにおいてイー、e、グップが正式に設立された。全ヨーロッパからの32の緑の党がこの新たな反欧州政党に加わった。これにより E グップは初めて組織された欧州規模の政党となり、他の政治勢力も同様に2004年から2006年にかけて続々と欧州政党の組織へと移行した。ヨーロッパの緑の勢力の E グップとして再編された後の最初の目標は2004年の選挙であった。この選挙キャンペーンでは欧州連合内のすべての国でほぼ同じモチーフや標語が使用された。 E グップは、環境責任、個人の自由、民主主義、多様性、社会正義、男女同権、持続可能な開発や非暴力など、環境政治の基本的な理念に常に関わってきている。しかし、欧州連合やその機関との関係は年を追うことに、劇的に変化しており、また現在でも、議論の対象の一つとなっている。 1970年代及び1980年代はヨーロッパの緑の勢力は欧州の政治、経済統合に対して環境や社会の利益に反するとして一般的に会議的であった。1984年のプログラムでは中立的で集中化を排したもう一つのヨーロッパの形成を支持していた。しかし1989年、会員政党の一部が 欧州議会寄りの立場を取り、欧州統合に対して協力的な姿勢を見せ始めた。この年のプログラムでは、欧州の各機関の民主化を支持した。1994年のプログラムでは、欧州統合に反対との理念を放棄し、欧州連合の政策に対して、現実的な大案を出すようになっていった。1999年及び2004年のプログラムも、この路線を踏襲している。 それでも、前述の通り、ルクセンブルク緑の党などの親欧州主義から、スウェーデン緑の党などの欧州会議主義など、会員政党の中にも意見の違いが見られる。インターネット政策の分野では、欧州緑グループ、欧州自由連盟はへの強い支持で知られるようになっている。2003年に提案されたがその最たるものである。 欧州議会の6回の直接選挙におけるヨーロッパの緑の勢力の選挙結果を以下の表にまとめる。E グップはヨーロッパうちの国、必ずしも欧州連合加盟国だけとは限らないの政党より構成される。政党がオブザーバーとして参加することも可能である。個人でメンバーになることもできるが、その場合政党と同様の権利は与えられない。 E グップにおける最も重要な機関は会議、評議会、委員会の3つである。これらの機関においては、すべて3分の2以上の多数決によって議決される。ヨーロッパうちの緑の党は、それぞれ、いくつかに区分された地域的ネットワークの一つに属している。これらのネットワークは海を囲むように編成されており、一種のエコリージョン的な組織を形成している。 グリーン当初ネットワーク、ブリテン諸島内の緑の党、バルト海、グリーンズ、グリーン地中海ネットワーク、グリーンアドリア海、ネットワーク、北海グリーンズなどのネットワークがある。以下は2012年時点での会員、オブザーバー政党の一覧である。デンマーク緑の党は2008年にイーグップから除名された。理由は、デンマーク緑の党が2009年の 国内選挙において、欧州緑グループ、欧州自由連盟とは別会派の欧州統一左派、北方緑の左派同盟に属すと強調しようとしたためであった。E グップに関係している組織のうち最も重要なものはである。この組織は緑の勢力の各青年組織の連合としての性格も持っている。E グップはと欧州グリーンジェンダーオブザバトリー。 ヨーロピアングリーンジェンダーアブザーバトリ E グップ内のジェンダー関連政策を強化するための機関を支援している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。